仙台市野草園ではアジサイが見ごろを迎え、ボランティアガイドによる観察会が開かれました。太白区にある仙台市野草園の一角にはエゾアジサイを中心に11品種およそ800株のアジサイが群生していて、今見ごろを迎えています。おととい行われた観察会には市民ら30人ほどが参加し、品種の見分け方やアジサイの歴史などボランティアガイドによる解説に耳を傾けながら写真を撮るなどして、この時期ならではの景色を楽しんでいました。でもここ綺麗だなと思って、なんか癒される感じです。かわいい。どんなところかわいいですか？アジサイの青いところ。野草園のアジサイは今月いっぱい見ごろが続きそうだということです。